平野翔の年収2.5億円の秘密。戸辺遺跡で輝く三人の成功物語。滝沢秀明がタレント業界に革命を起こす。戸辺設立の真相とは、タレント業界において注目を集めている新しい動きの一つが、滝沢秀明さんが率いる事務所戸辺の登場です。元ジャニーズ事務所の副社長であった滝沢秀明さんは、 多くのタレントから慕われる存在でしたが、ジャニー北川さんの死去を契機にジャニーズ事務所を退社し、自身の事務所を立ち上げました。この記事では、戸部の設立背景やその魅力、特に平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんという3人のタレントに焦点を当てて、彼らの成功の秘訣や未来の可能性について考察していきます。滝沢秀明さんが事務所を立ち上げた背景には、 彼自身の経験と信念があります。母子家庭で育った滝沢さんは、14歳の時にジャニー北川さんに認められ、瞬く間にドラマデビューを果たしました。魔女の条件では松島奈々子さんと共演し、その美少年ぶりが話題を呼びました。その後も多くのドラマや舞台で活躍し、ジャニーズ事務所の副社長としてもタレントの育成に力を注いできました。しかし、ジャニー北川さんの死去後、 滝沢さんはジャニーズ事務所を退社し、新たなステージへと進むことを決意しました。その結果が、戸ベの設立です。戸ベの魅力は、タレントが安心して伸び伸びと活動できる環境にあります。旧ジャニーズ事務所では、報酬の遅延や未払いが問題視されることもありましたが、戸ベではこうした心配がありません。滝沢さんは、自身が苦労を重ねてきた経験をもとに、 タレントたたちのために尽力しています特に平野翔さんは、移籍後に CM 契約を複数獲得し、年収は2.5億円に達するとも言われています。その成功は、滝沢さんの手厚いサポートと、戸辺の自由な環境によるものでしょう。また、戸辺のタレントたちは自分たちの納得いく仕事を追求できる環境にあります。旧事務所では、 タレントに対して強制的なスケジュールが組まれることもありましたが、トベではタレント自身の意思が尊重されます。平野さん、神宮寺雄太さん、岸雄太さんの3人は、その魅力を最大限に引き出し、自分たちのペースで活動しています。例えば、平野さんは歌番組以外のバラエティ番組にはあまり出演しない傾向がありますが、これは彼自身が自分のスタイルを貫くための選択です。 トベの設立は、タレント業界における大きな変革をもたらしました。ジャニーズ事務所から脱退するタレントが増え、個人事務所を立ち上げる動きも見られる中で、トベはその一つの象徴となっています。滝沢さんは、自分が関わるすべてのタレントに対して最高のサポートを提供し、彼らが安心して活動できる環境を整えています。その結果、トベのタレントたちは自由に、 自分たちの可能性を最大限に発揮することができるのです。トベの未来には大きな期待が寄せられています。まだ表に出ることは少ないかもしれませんが、これからの伸びしろは無限大です。旧ジャニーズ事務所のタレントたちは、不安定な環境の中で活動してきましたが、トベではその心配がありません。安心できる環境で、自分たちのやりたいことを実現できるというのは、 タレントにとって大きな魅力です。これからも戸辺のタレントたちの活躍が楽しみでなりません。また、戸辺の設立には感謝の気持ちも忘れてはなりません。滝沢秀明さんの母親や平野翔さんの母親に対して感謝の意を表するファンも多くいます。彼らを生んでくれたおかげで多くの人々が楽しみや感動を得ることができるからです。こうした感謝の気持ちは 戸辺のタレントベに移籍したタレントたちは以前よりも広いファン層を獲得しています SNS のコメントを見ても以前はファンクラブに入らなかった人たちが新たにファンクラブに加入するなどファン層が拡大していることがわかります特に高齢のファンや男性ファンも増えておりトベのタレントたちの魅力が幅広い世代に受け入れられていることを示しています 旧事務所での報酬の遅延や未払いが問題となっていた一方で、戸部ではそうした問題が解消されています。タレントたちが自分の活動に見合った報酬を受け取ることは当然のことですが、ようやく正当に評価されるようになったというのは、ファンにとっても喜ばしいことです。滝沢さんは、タレントたちのために寝る間も惜しんで働いており、その努力が報われる形でタレントたちの活躍が続いています。 戸部のタレントたちはこれまでにない自由な環境で活動できることに喜びを感じています例えば平野さんは CM 契約を複数抱えておりその収入は1億円を優に超えているとされていますまた神宮寺優太さんや岸優太さんもそれぞれの才能を生かして多方面で活躍していますこうした成功の裏には滝沢さんの手厚いサポートと トベの自由な環境が大きく寄与しています。さらに、トベのタレントたちは人間関係にも恵まれています。旧事務所ではタレント同士の競争が激しく、時には人間関係がぎくしゃくすることもありましたが、トベではタレントたちがお互いに協力し合い、支え合う姿が見られます。これにより、タレントたちはより安心して活動できるだけでなく、ファンに対してもより良いパフォーマンスを提供できるようになります。 戸べのタレントたちは、自分たちの納得いく仕事を追求できる環境にあるため、これからもますます活躍していくことでしょう。彼らの成功は、滝沢さんの手厚いサポートと、戸べの自由な環境によるものであり、今後もその魅力はますます広がっていくことが期待されます。これからも戸べのタレントたちの活躍が楽しみでなりません。戸べの未来には大きな期待が寄せられています。 まだ表に出ることは少ないかもしれませんが、これからの伸びしろは無限大です。旧ジャニーズ事務所のタレントたちは、不安定な環境の中で活動してきましたが、トベではその心配がありません。安心できる環境で、自分たちのやりたいことを実現できるというのは、タレントにとって大きな魅力です。これからもトベのタレントたちの活躍が楽しみでなりません。また、 トベの設立には感謝の気持ちも忘れてはなりません。滝沢秀明さんの母親や平野翔さんの母親に対して感謝の意を表するファンも多くいます。彼らを生んでくれたおかげで多くの人々が楽しみや感動を得ることができるからです。こうした感謝の気持ちはトベのタレントたちの活動を支える大きな原動力となっています。トベに移籍したタレントたちは以前よりも 広いいファン層を獲得しています SNS のコメントを見ても以前はファンクラブに入らなかった人たちが新たにファンクラブに加入するなどファン層が拡大していることが分かります特に高齢のファンや男性ファンも増えており戸部のタレントたちの魅力が幅広い世代に受け入れられていることを示しています旧事務所での報酬の遅延や未払いが問題となっていた一方で戸部ではそうした問題が解消されています タレントたちが自分の活動に見合った報酬を受け取ることは当然のことですが、ようやく正当に評価されるようになったというのは、ファンにとっても喜ばしいことです。滝沢さんは、タレントたちのために寝る間も惜しんで働いており、その努力が報われる形でタレントたちの活躍が続いています。戸部のタレントたちは、これまでにない自由な環境で活動できることに喜びを感じています。例えば、 平野さんは CM 契約を複数抱えておりその収入は1億円を優に超えているとされていますまた神宮寺優太さんや岸優太さんもそれぞれの才能を生かして多方面で活躍していますこうした成功の裏には滝沢さんの手厚いサポートと戸部の自由な環境が大きく寄与しています